敗や。もうあと2回で出けへんかったらデコピンやからな。成功したらお前の肋骨をランダムに折るからな。リスクとリターンのバランスおかしいやろ。どうやってやんのなあ。コツ教えてや。コツ。いやだから、これ上の棒に穴が刺さるとかありえんの？球がゆらゆら動けへんようにピタッと止めて。こうやな。で、膝を使って球を垂直に持ち上げるイメージで。わかるわかる。頭では理解できる。あとはパッションな。精神論な。情熱でなんとかなるもんな。行くで。うん。くっそ、今の感じだったらいけるな。いけるいける。あとなんか今の見て注意点あったら教えて。もっと誠実に未来を見据えて。それ人としての注意やんけ。けん玉より刺さったわ。あ、玉くるくる回転作戦やったら。ああ、なるほど。それで玉を安定させたら成功するんちゃう？いや、これは俺のプライドとの戦いやな。ラストチャンスやのに。誠実に未来を見据えた結果、楽な方楽な方へと逃げる自分を変えたいし、それが俺のパッションかなって。見てなかった。